はい、どうも、じゃあ、ね、今日はね、プレゼント企画についてお話をしていきたい、と思います。まぁ、今回ね、まぁ、初のプレゼント企画ってことで何をプレゼントするかっていうとね、前から言っていらない iPod Touch でプレゼントします。はい。この iPod Touch ですね。32GB。をちょっとプレゼントしようと思います。まぁ、応募方法は、まぁ、チャンネル登録していただきたいなと思います。チャンネル登録とコメントをしていただけ、た人の中からね、まあ、抽選していきたいと思います。まあ、抽選、もうまあね、多い、説明していきたいと思います。抽選の仕方。まあ、抽選発表はね、まあ、ちゃんとしていきます。はい。まあ、抽選発表の動画もしっかりね、上げていこうかと思います。まあまあ、ね、まあ、当選者の選び方についてはね、どうやって選ぶかって今すごい迷ってんだけど、まあ、チャンネル登録してくれてね、まあ、ある程度様子を見ます。1ヶ月ぐらいでね。と、チャンネル登録解除してなかった人の中からね、選びたいと思います。まあ、その中からね、まあ、1回ですね、俺に対してある程度媚びを売ったかどうか、しっかりね、見てからね、選んでいきたいと思います。はい、まあ、こんなゴミみたいなもんだけどね。まあ、当選方法、まあ、決めました。はい。1ヶ月間、わてにちょっとね、いかに媚びを売るか、売ったか売らないか、をね、見てね、しっかりね、判別していきたいと思います。しかもこの iPod Touch はもう2010年のやつだから、まあ、いらない人多いと思うけど、まあ、まあ、俺はもういらないから、ちょっとこれを機にね、視聴者にちょっとプレゼントしようと思います。なのでね、まあ、絶対にプレゼントはするので応募してくださいっていうか、もう、っていうか、どうしよう、ほんとプレゼント方法。わ、でも人間だからなぁ。悪口言ってくるやつにあげたくないんだよな。信者にプレゼントしたいと思っちゃうところがあるんだよね。だからちょっとね、怖いんだけれど。まあまあ、新しく信者になるんであれば別にそれはいいよ。まあ、プレゼントします。はい。あとなんで俺がこんなプレゼント企画をやろうかと思ったら、わてはね、今、ある事情を抱えておりね。はい。iPod Touch を手ば、が使えないんで、今充電器ないし、もう、持ってるメリットがないから、そう。もう、埃かぶってきてるしね。だから、ちょっとね、プレゼントしようかなっていうふうに思いました。なのでね、本当に、あ、これやりてえなって思う人がいたらね、応募してほしいなと思う。はい、まあ、そんな感じですかね。ってことは、どんどん応募してください。あー、どうしよう。どうしよう、迷う。てかね、もう分かった。決めた。もう、チャンネル登録してくれた人の中からね、選びたいと思います。あとコメントしてくれた、情報してくれた人の中から、iPod Touch 3の iPod Touch をプレゼントしたいと思います。なのでね、本当に応募してください。よろしくお願いします。